はい。えー、それでは、事後調査、愛知杯と、えー、シェルクロードステークスと、ネギシステークスと、えー、生活候補ですね。はい、やりましょう。はい。えー、まず愛ま、愛知杯から行きましょうか。愛知杯、何言ってたっけな、俺。んーと、事調査で。ああ、ああ、人気運動の中やったら、ウランスチャームかなって言ってて、対抗候補と。うん。あと、レイザーベル特注場で紹介しております。 はい。で、えー、ウランスチャームはこの舞台で活躍します、キングマンボケースね、特に金亀3個やったんですけど、まあ、金亀3個なんてことで、まあ、その、えー、子供のルルラシップで頑張ってくださいってことで、はい。えー、まあ、東京に呼んで活躍してるんで、まあ、今の中京2000やったらギリギリ。 えー、東京24で、実績あったものが、軍配上がるかなと思って、まあ、どっこいどっこいですけど、まあ、いいでしょう。はい、中山22上がり最速で、前走1着ですか。うん、えー、上がり馬ですけど、えー、馬のハンデ戦のこの中京の2000メートルは、はい、えー、1600馬上がりでも、最悪1000馬上がりでも頑張れる舞台なんで、はい、まあ、この馬が一番状態もいいしかなと思ってます。 うん、まあ、対抗候補かな。北村石さんってのもいいんですけどね。はい。えー、中京ね、活躍しますよ、中高等で。はい。中京成績めちゃくちゃいいんで、よろしくお願いします。はい。でも確かにね、あと人気出る、えー、っと、レッドジェネバー、デムちゃんとか、ノムコールメッチャン。 よりはおそらく、えー、あとどれやったっけもう一個人気出るもん。えー、誰でしたっけすいません。教えてください。ランドネカつさき KT さん。よりは、うん。えー、中距離2000メートルのこの貧乏ハンデー戦なら、まだウランスチャームのが多分ね、本命打つ方多分非常に多いと思われます。はい。えー、デムちゃん、ルメちゃんは、まあ基本ね、えー、どこの舞台だっても人気出るんですけど。うん。えー、この中で買うた中距離2000円で買うならウランスチャームって方が多分多いと思われますわ。 はい。えー、ただですね。えー、ここ、やっぱり本命候補はね、まあ、ちょっと、えー、事前調査で嫌ってたんですけど、やっぱこっちですか。これは押さえとかなあかんか。はい、ノームコアですね。これを押さえとかなあかんか、やっぱり。うん、ちょっと前回舐めたコメントしたけど、やっぱ押さえとかなあかんねやろな。こなんかこなんか見ノームコアさん。はい、前奏のエルザベ勝敗を初めてのコバ相手に、相手にレースしました。かやって。 もううつキレが欲ししいかなと思いました。そうやね。この舞台ね、そうやね、パワーとス、ースまあ、パワーと色々なんか、スピード移籍があるって言ってね、そうやね、結構上がり使えるのがいるよっていうことでね、ノームクはちょっと、まあ、いってへばりそうかなってことで、今回評価あんましづらかったんですね。 うん、まあ、誰でもシオステークスとか、あの、急坂最後駆け上がって、真裏にコンマ5のさ、外枠からって考えると、やっぱり強いなと思いました。うん。やっぱりこのまですか。うん。ちょっとエレベス上杯ね。うん、枠も恵まれてなかったし。んね。あんまり、よろしゅうなかったんちゃうかな小コバ相手やったし。うん。なんか、 シオンステークスから、確かこれ、集荷賞回避したんやね、しかもね、確かね。ちょっとローテーション的にもやっぱ、あんまりそこまで状態いいと思ってなかったんで。うん。まあ、この5着ぐらいだと逆に十分頑張ったんちゃうかな。このままが正直聞こうと思うと思わんかったんで、ね、中山でずっと活躍してたと思うしね。うん、それを考えたらやっぱ中京は急坂とか、そういうところの方が合いそうな気はしますね。うん。これはちょっとやっぱ押さえがな,なかなかかなーって感じましたね。うん。 普通に強いんでね。シオンステークス一着しね。はい。えー、大体こんなね、大人、大人までするやけど、うん。馬がわざわざ愛知杯来てるぐらいなんで多分本気なんでしょうね。と思いますわ。うん、わざわざこの部材使ってきてもんね、なんか試運転な感じしないもんね。わざわざ輸送込みでですよ、こんな。わざわざね。うん、輸送だったら別にね、東京とか仲間やってくれただけの話で、わざわざ輸送して、ルメちゃん、 連れてきてまでやるんですから、本気なんでしょう。はい、ノーザンハームですし、まあ本気なんでしょう。2回とこ、3回とこ、4回とこ、はい。で、えっ、ー、と、まあ、ウランスチャーム対抗と、あとは、まあ、えっ、ー、と、レッド・ジェノバこそちょっと私的にはてなですね。エリザベスとか4着でも、まあまあ、まあ、ノムコアのより上なんですけど。うーん、実績見てる限り、中京2000で、デムッチャンでどうですかってことで、まあまあまあ抑えまでですか。 はい。あと、ちょっと、レイホールマンス等とは本茶で考えるか。アンジョなんと、ケイティさん、あッチポッシランドでマンジョー、ケイティさん、あッチポッシここで、ケイティ、ケイティーか。危ない。これもしかしたら、あれだ危ないね、これ。ケイティ、ケイティーバケンがあるかもしれないこれ。怖い、怖い、怖い、い。裏をかいてね。全然話終わっていとこ来るかもしれん、これ。これ押さえとかなか。押さえとかなかっていうか、その、ケイティ、ケイティーのワイドだけ、おコこうとこ、記念200円。 はまあ、そういう感じだ。KT、KT バッやっぱことが、この二人が揃うことないからね。はい。戸崎 KT さんと藤岡 KT さんが揃うことなかなかないで買っておいてください。はい。ありがとうございました。はい。あとは、えー、いるとしたら、まあ、コールクバードぐらい、ぐらいでめっちゃするやけど、コールクバードは入れておきましょうか。東京24ってウランスチャームの時ほど空いて思ったんで。うん。はい。東京24の実績めちゃくちゃあります。あと、中山22の実績もありますんで。はい。中山で大体走ってたのは、えっ、ー 中京離2000はこなせますよ。うん。なんかそういうのは結構感覚的にある結構フィーリングやけど、フィーリングや。はい、左回りに0ずっとこなしてますので、左回りに問題ないです。OK です。はい。で、エリザベースのこの、えー、まあ、えー、お外で不利になったんですけど、まあ、これ惨敗してるってことやっぱ京都と中京はなかなかリンクせえへんので、まあ、これも話を追ってます。うん。うん、追ってる。京都2000と中京2 200はリンクする可能性あるよって、ちらっと昔言ってたんですけど、うん。 宗教に一戦とリンクする京都はあんまり、あんまりよっぽど万能ゃん今じゃないから見受けられるので、この惨敗は非常によろしい。うん。よろしい。えまあ、そんな感じだ。うん。よろしい。それよろしい。はい。で、えっ、ー、と、レイザーベール特口はもう一回紹介しておきます。これが単なかな。 ただなぐらいにしとくか。これは面白い。これは非常に面白い。何番人気なんだっけ結局、結局何番人気お前は。なんと7番人気、ちょっと人気出てますねとてかね。これ50キロのハンではあかんかったやろこれ。やっぱり。ちゃうね。これなじゃあそんな、ただ単に軽いからじゃないね。これな、51か下にしとかんと。秋山さんがやっぱりね、50キロで乗ってくるってこと秋山さんこれ減量で本気やから、よ計本気感じちゃうからみんな。 これ51、52やったらね、普通にね、秋山さん、まあまあ普通ですね。ただね、50キロ秋山さん、え、本じゃ秋竹山さん本気で乗ってきてるなんてなるもん、そら。わかんねんこれ単に1キロ、2キロ軽いんじゃないねん、これ。これ、それ以上の重みがあんねんで、これ。あっちゃっぽうしゅやってもうたら7万人きかー。ざったないな。それこそたまないな。はい。えー、この舞台ね、えー、上がり最速が求められますってことで。うん。 結構上がり使えるのがいるよっていうことを言ってました。はい。で、ダート経験もいるよっていうことで、まあ、このもダートを経験してないんですけど、はい。えー、結構力強い上がり使ってます。えー、中距離2000メートルね、前も言ました、500万で上がり最速1、えー、着ですね。はい。まず中京舞台を追ってないことないと。はい。この舞台も、牝馬の500万で中京2000メートルを冬開催、まあ、ちょうどこの時期ですね。上がり34秒2という、くっすぐがなしで上がってきて。 はい、えーね、京都、あー京都じゃないすいません、阪神、えー、2000メートルですか。はい、こちらも上がり34秒30、くっそ意味がなしで最速。はい、えー、阪神18もくっそ意味がなしで、一三33秒台の最速マーク。はい、えー、中距離2000メートル、シャラドネ・ゴールド、打ちつかれて負けましたけど、まあ1点ならば、ましゃあないな、もう1等、レイリオンは前のこれしゃあないな、ということで、レイザベルの34秒6という、またいくっそ意味がなしで最速じゃない、2位ですけど、はい、頑張ってください。はい。 で、えっ、ー、と、1000万一回京都最初で取りこぼした後ですね。はい。えー、テオビクトリーの時はスローペースの流れ勝負で、えー、ちょっと一度り悪くて負けたんと。うん。で、前走が阪神1000まで2000メートル勝ちました。で、えー、もともとてましたね。この舞台、カウントダウンステークス組の、えー、阪神2000メートルの上級戦上がりか。が、えー、いいよっていうことで、カウントダウンステークス1600万上がりのもか。よ、お、えー、毎年、毎年いいかな。 えー、出てくるため狙ってたんですけど、今回その外ががおらんので。はい。まあ、えー、1000万条件からでもね、えー、この舞台活躍できることあるよってことは、まあまあまあ、調べたら出てくるんで、うん。出てくるんで。はい。ということで、カウントラーステイクス、リック格下げになりますけど、こちら、阪神1000万の2000メートル。ちょっと、えー、順番ややこしいな。1000万クラスの阪神2000メートルか。うん。やこしいな。阪神1000万の2000メートル。 ちょっとややこしいな。うん、やめとこ1000万の阪神2000メートル。はい。こちらで、まあ、買った馬ってことで優先しておきましょう。うん。確かにこれ、阪神2000メートルの上下線、側の上がりは確かに、カウンドランステークスの含め確かに、えー、こう、活躍します。はい。で、この時もレイザーベール見ておきましょう。で、見たけどね、これ一回ね。はい。やっぱりね、長く癒やし癒やし、で、長く癒しやしスパースかけてるのかかわらずね、もう、もう、人伸びがやっぱちゃうね、足が。すごいね。二段ブースト、みたいな感じ。はい。えー、最中の一番ですけど。 うん。エッジスタリオが逃げるパターンですね。はい。で、えーと、今、最高方から上がってきても、後方2番手 2>、うん、ああ、今、2番手から、えー、後方3番手まで上がってきてるかなはい。で、残り35秒でラスト上がってくるんですけど、この残り600メートルかうん。もうエンジンかかってるんでね、ここね。はい、残り600メートルも標識すでに過ぎ取るんで、エンジンかかってきて。はい、長く癒しですね。でね、えー、長く癒し氷率も使ってますよ。まだ35秒台でね。 35秒ぴったりか。で、え、むち打ってから、なんかもう一個ね、足のギアがちゃうんですよね。なく癒しやし、さらにもう一回ギアかかるからね。うん、やっぱり残り200から、このってからの足が、他のままとちゃうの足が、もう、キュン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 。ルイって感じやもん、これ。はっそんな感じや。うん。ちょっとやっぱちゃうわ。35秒売れやろ。1000万の頻発点やで。意味わからへんやろ、これ。これ意味わからへんやろ。内回りで男子の。外まりちゃうぞ。 新潟の外まれちゃうぞ。意い味い分かれまわし。これはすごいびっくりした。これは惚れ惚れした。これはほれぼれした。これはこのとこ。はい。中京で頑張ってください。もう一回上がり、あの、足を見せてください。アンジ秋山さん、頑張ってください。はい、次、どこ行きましょうか。えー、シルクロードステークス、千獣万的にね。確か、そうやな。 はいえー、もともと本命がアンバルですよってことで。ヨるド短距離ステークス、この舞台結構活躍しますよっていうことで、その中で、えー、前奏ね、ナインテールズ等々を指してきた馬たちの中で、前でネ、ね、バテン1はこれは強いでしょうという評価下しました。単純にロードカナラ3区やしいってことでアンバル。えー、対抗ロードカナラさんこちらもカナラはカナラ親ってうことで、ダナンマし対抗。はい。アンジョキタマルイチさん、そのままうん。で、えー、ターナに、一応ヨ短距離勝ったナインテールズ、そしてラブカンプは一応、まあ、堅実に強いんで、 押さえておきましょうかと休み明け試運転の可能性で無知ありますけども押さえておきましょうかとはいでまあそう言ってたんですけど、まあ、言ってたっていうか言うてたんですけどはいまあ本命あんばる悪くないんですけど案上がね松山さんなんですよね前奏までね最近はく肩ハマってきてンチが学んでた方なんですけどありやありゃと思って 学ぶわと思ったんですけど、学んでくれないらしいでこれ、うん、学んでくれないんですって、3回で、うん。で、えー、本命はいまだにちょっと迷ってます。そう、アンバルにしようか。うん、ダノンスマッシュにしようか。うん、ダノンスマッシュでも前奏買ってもおったから、あれかな。次、高松山行けなためか、試運転かもしれへんな、と思って。かといって、ナインテールズが代打福永さ、うんで、岩田さん抜きにして、岩田さん来たからこそこのままハマった気がするのに、ここで福永さん、うん、うん、うん、と思って。 なんかちゃうよね、と思って。かといって、ラブカンプ、まあ、確かに強いけど、休み明けでわざわざここデムちゃん勝ちに来るかっていうと、いや、これはもう多分次の字を向けてでしょうね、と思って。一番手草より試運転デムちゃんしいてきそうですよね。本命難しいよね、ってうこと。うん。で、一応ここ肉付けだけしておきましょう。まず一投目はやっぱ、今、B コース側になりますけど、うん。 それでも、外一気、またあるなら、ちょっと t ハーフは怖いかな。たんまに爆走するんでね。まあ、前走足使い切ったのは今回あれかなと思ったんですけど。前走でもびっくりした。やっぱ59キロね。58までは共有変や,やけどさ、59やで。なかなかないよね。59で馬券からんだも思ってなかなか少ないと思う、多分。うん。58はゼいやねんけど、59であの足と思って、やべえと思って。ちょっとやばかったよね。びっくりしたね。うん。 もう一発。まあ、このまま走るとき走らんとき激しいからなと思って、まあ、はまったら来る可能で一応押さえておきましょうってことで。はい。で、えー、ここちょっと本命候補また、えー、本チャンで考えるとして、ワクチンもありますしね。えー、1等。えー、ちょっと注目してるまま押さえておきます。はい。星マークにしておきましょう。はい。寮の鉄相ですね。うーん、ちょっと、ただ、アンジュはね、坂井流星さんってことで、本命しづらかったよね。 これねまあ、優勢さんが本命ちょっと打たれんよね。重症って、まだ勝ったことなかったんちゃう勝った,買ったないんよね。うん、勝てるかなでも勝ちづらいか。ちょっと狙いたいんやけどね。この馬、本命、いすぎかな。はい、両手ソロ、えー、もう4歳ですね。えー、去年っていうか、一昨年かも。一昨年になるんか。はい。2歳戦が強かったよね。 はい。えー、ミスターメロディーに圧勝でちょっと負けましたけど。うん。えー、東京戦用上がり最速1着で、中山の500万すぐ勝って、えで、ここでね、芝、えー、代わりでも東京戦用あっさり最速で勝ちまして、うん、トントン拍子。で、ニュージーランドトロフィー、NHK マイル負けましたけど、多分距離の差でしょうってことで。うん。やっぱり本来戦に戦用が向く馬なんで。はい。で、えー、その後ね、まあ、決闘面もあってかな。 えー、ダート使われますけどパッとせず。まあ、あ元々ダート実績もあったんでしょうけどパッとせずですね。で、去年の11月に東京専用からまたシワデビュー戻しまして、はい、えーローブソリュアンティー負けましたけど4着。えー、ラピスラズリステークスやったっけはい、こちらは3着。で、前戦争がカーバンクルステークス7着。で、ヨドタンキルステークスは6着やったんですけど、うん。 まあただね、えー、姉妹は結構使えてますんで、まぁ、あ、今の今日と合うかもしれんのと。で、えー、まあオールカップ4着、えー、あと3着、7着、6着。えー、惨敗してるように見ますけどね、そんなに差開いてないですね。オールカップアロアバウソリうにでコンマ4でしょ。ラッピースラーズリーコンマ2でしょ。で、カーバンクルコンマ6。 えー、ナインティレールズコンマニーで、まあちょっとカーバンクをちょっと負けた感ありますけど、その他そんな大げさに負けてないんですよね。えー、1200メートルやから多少の、えー、ね、あれでまあ変わるかもしれんし。でね、これね、えー、昔ね、スタートこのまま良かったと悪くなかったですね。だいたい5分で発送してくるまではったんですけど、最近ね、オールカップからちょっと気になっとったんがね、多分これが範囲の一部にも入るんでしょう。はい、えー、10番の黄色ですね。 はい。スタートしましたで黄色の10番よちょっと出遅れてますよね。これが全て響いてますわ。はい。ラピスラズリーも、えー、3番ですね。これも確かまともなスタートじゃなかったはず。赤棒ですけど。ですよね。ちょっとゲート悪いもんね。やっぱ外枠各場の方サー,ート来てるでしょ。全部これね。はい。カーバンクルが特にですね。で、これコンマルクで負けすぎやろってことなんですけど、全てね、その遅れた分全部ゲートですわ。 はい、6番の馬。うん、もう、出遅れてちょっと押してますもんね、6番ね。はい、今、後方3番手か4番手で分かってきましたけど、全部これなんですよね。で、よど短距離ステークス見ておきましょう。このレースが一番、まあ、今回に近いんで、距離も。てか、ベストなんで、うん。はい、6番。藤岡洋介さんの乗り換わりですけど、はい、こちらも実は出遅れて最後方からですね。これがね、もし今回、このゲートの課題さえクリアしとけば、うん。 ま、あこの量の手相の今の、またっした人気やったら買いかなと思ってます。買いっても抑えるべきかな。うん。軸には精度といませんけど、紐で拾っといたらいいんちゃうかなっていう馬です。はい。え、一番だけ、まあ、出遅れたんですけど。うん。で、えっ、ー、とね、ここね、うち、つ今使って追ってますけどね。で、えー、前がね、多少早かっただけにね、チャンスやったんですけどで、この時確かナインテールズ、そしてティーハーフもそうですけど、外出しだったんですよね。 うちがそんなよろしくないよってことで、えー、7番の T5 ももう外ブッシュやったんですけど、物資し、ブッし、ブし、かだかったんですけど、はい。6番の黄色は左右し通ってますユウスケさんね。はい、ユウスケさん左右し通って、ただ抜け出すとこがありませんと。まだ追ってません。残り200葬式過ぎてるけど、まだ、あ、全然追ってません。で もう諦めてたんでしょうけど、えー、最後折ったのが、残り100切ってからさ、正直実質900、800です。あ、違う、90、80メートルか。ぐらいしか折ってません。見てください。はい。残り200過ぎてまだ押さえてますうちで。今、駅できません、行きません、言ってね。はい。で、残り100の、えー、ポールが、ここで見えますけど、はい。このポールですね。これ過ぎてからですも乗ってんの。こっからでしょうもう完全に残りも100ないとき。 で、追ってからこいつすんごい伸びる間なんで、えー、今追ってますけど、追ってからやばいよね。これで伸びて、しっかり伸びて6着なんで。うん。あんだけ我慢して上がり3位でしょで。34秒で4でしょ、あれで。これね、もっとスムーズに競馬してね、あんだけ出遅れがなかったらね、普通に勝ちきってますってと思ってで、ハマるんやったら今回ありかなと思ってます。はい。 えー、安城が祐介さんとかじゃなくて、酒井竜星さん、えー、未知数やし、頼りないだけに、ね、逆に、逆に、この人気をちしたんすかな。何番人気ですか、ちなみに。ちなみに、何番人気、10番人気になってない10番人気になってないか。9番人気71.5倍。そうやろうなまあそこまでひどくないと思うけど、そんなぐらいでと思う。それやったらかいやと思うと。押す、いてく、ださえ。うん。全然、全然抑えれる。全然抑える。あんだけ落ちずン詰まりで、最後、80メートルって上がり3やろ。 何だけで遅れていける。スタートされるける。頑張ってください。内枠引いて。内枠引いて、こうスタート。姉妹生かした競馬じゃありません。ただ単にこれで遅れてるだけなんで、はい。もっと前行ったら、普通にもっと強いと思いますんで、よろしくお願いします。はい。また、本チャンで、本命とか決きましょう。はい、次。えー、ネギシステックスですか。はい、行きましょう。はい。ネギシステックスは、えー、コパのキッキング、本命、サンライズのバー対、ゴーユールクとサンク、クイーンサターンまで打ってました。 で、えー、こちらね、コパのキッキングの理由はっていうと、はい、アンジョがマーフィーさん言い向ってますね、毎回ね。短期免許の外人さんが何もせずに国に帰るわけないと。重症予告でも取ってやろうって気持ちは十分あると思います。ってことで、マーフィーさん、多分今週やったっけラストやったっけラストでしたっけはい。ということで、何が何でも取ってくると思います。ただ、コパのキッキング自身がこの東京戦を合うかっていうと、やっぱ、うーんなんで、わかります。うん、理解した。ってことで、コパのキッキングの評価、すみません。ね、一応、ね、 えー、勝つか負けるかってことを期待してターナーにしときましょう。はい。で、サンライズの場を本命にするかっていうと、サンライズの場も榊大なんで、えー、今回まあ2位かな、2着までかな、えー、まあ14実績十分あるんですけど、まあどっちかっていうとやっぱタンピョンズカップ使ってもうたんで、えー、日2波論短縮なるんかなとなると、 うーん、ちょっとここで1004のもう一回ね、スピード感覚えてからの多分、やっぱり本家やっぱどうしてもフェブレイになるんで、それ考えると今回当てることないんかな、調整にはと思って。まあ対抗2着来ても2着かな、上がり使っても2着かなと思ってます。そうなってくると、本命誰やっちゅうと、まあ普通にこっちで行きましょうね。はい、ユーラノトで行きましょうか。はい、もうアンジョルメちゃん連れてきてるんで、やっぱ本気ですよね。はい、ユラノトん はいえー、前走ギャラクシー堺井竜星さんで言い方は失礼ですけどもほぼ勝ちに近い成績で武蔵野ステークス4着で負けましたけどはい安城が福永さんとはいってことで逆に言うとこの方このま,まどこで活躍するのって言ったら安城るめちゃんなんと5101すごいわやっぱりね外人のしてる時が状態いいんでしょう本気ないでしょうねうん えー、ちょこちょこね、暗情変わってますけど、これね、ルメちゃんやから買ってるっていうか、ルメちゃんの時にいい状態で持ってくるってことでしょ、これ逆に。うん。多分そっちやわ。いや、やりなさい、あるよ。ただやっぱルメちゃんやったら、まあ買ってくれるっていうのはやっぱ期待して、やっぱこれ調教してるわけなんですよ。仕上げてくるわけなんで。やっぱルメちゃん乗ってくるってことは、やっぱり状態がいい時に持ってくるはずなんですよね。うん。そのためのルメちゃん,なんで。ね。前走もギャラクシーをわざわざ酒井優先使って、 けどねうん、それ考えると今回は多分本気なんでしょうね。で、もちゃん連れてきたってことは本気なんでしょうね。はい、簡単です。超イジです。ありがとうございました。当たりました。ありがとうございました。はい。で、ここも一等特チューバ言っておきます。はい。えー、今回の特チューバはね、えー、こちらですね。これはちょっと注目しおこう。はい。里のファンタシーです。 何番人気ですか佐藤のファンタジー。6番人気ぐらい ?6 番人気で収まる ?6 番人気ぐらいになる六万人気ぐらいあ、9番人気そんなに気ないいや、もうちょい人気出ると思うわ。うん、9番人気じゃないわ、このは、ま。えほんまに9番人気あれちょっと俺があれかな軽く軽くっていうかちょっと甘く見すぎかないやもっと人気出ると思うけどな、佐藤のファンタジー紹介しましょう。ええー、そうなん はい、えー、このまね、えー、もう、もう、調べたらすぐ出てきます。東京線をめっぽう強いんですよね。知ってるよね。はい、えー、東京戦を三着。えー、東京線を2着。東京線3の東京線を1着。東京線を、この時だけ唯一の惨敗かな12着。はい、あと東京線を3着。えー、東京線を3着。 東京1用1着ってことで、東京1用馬券外したあの唯一の1回だけ。この12着かな。うん。これ以外は馬券内パーフェクトです。ってことは東京1用4校舎。うん。で、1006になるとどうなんっていうと、1006になるとやっぱちょっと長い気がするんで、やっぱこの東京専用ってこのスペシャリスト。はい。全奏オープンで勝ってます。うん。ね。2走前にわざわざ京都1にっていうちょっと違和感のとこ、一回休み明け使ってから東京来てますんで、本気。 で、えー、ここもう一個本気が伺えるん、が、はい、えー、サトファンタジー、ジ状がね、ここね、岩田さんなんですよね。で、岩田さんって、ちょっと、行きさつがわからないですけど、もともとこの方、あれですよね、ナインテールズ乗ってて前奏しかも買ったんですもんね。ケアハンハ1着着着てるし、ね、ヨドタンキルステークス買って岩田さん乗ってんのに、こっちナインテールズ、 テイルズンと里のファンタジーに乗ってきててるわけですよってことは、これこっちに本気ってことでしょじゃあ顔。じゃあ顔。岩田さんがこっちに乗ってきてるのわざわざ。顔。うん。それだけ。簡単。もう簡単。考えるとね簡単。もう言うてることはかんないもんこれ。も言うてることはかんない何回も言いとこ。はい、頑張ってください。で、ここ、えー、調教師の方がはい、松田さんってことで、ユノラトと一緒ですよね。違いました はい。ね。ユノラとセットで買う方は結構ハッピーやと思ってます。これハッピーセットですよ、これ。結構ハッピーセットやん。それもありやと思ってますそれもありやと思ってるで俺は。俺はそれもありやと思ってる。なんか見とこう。はい。コインズサターンももういい馬ですけどね。東京に関してはね。はい。サトロファンタジーはどこに評価するかちょっとまたコンチャンネル考えましょう。ユノラとユラの音でええと思ってますけど、ユノラとサンライズの場かな。ここら辺がかな。あとコーパーのキッキングはターナで来るかぐらいを期待しておきましょう。はい。 あとは副賞生活広報ですよ。はい。土曜日ですね。はい。今週もちょっとライブとか、えー、できませんなら、あがじめご視聴ください。今週も講習で忙しいです。はい。で、冬会社の中継を毎回出ますね。しえー、芝は結構痛むん、傷みやすいんで、ダートが多いですよ、と。ってことで土曜日は、ね、ダートがすごいですね。え8クラ組まれて、芝が4クラしかありません。どこやりましょう。で、新馬戦とか好きちゃうし。うん、やめておきましょう、と。うん。 で、えっ、ー、とね、愛知杯も除くとですね、もうね、えー、6レースの2えー、未勝利2000メートルかね、えー、チタ特別ですか、これ。え、1200メートルしかないんですよね。うん。で、えー、一応副賞生活候補なんであくまでも、一応2レース紹介しておきます。で、えー、どっちか中と、ま、あ今、えー、副賞生活2連勝かな、中距離縛り2連勝、二連勝,連勝一応手堅いで2連勝しますけど、もう一回、えー、3連勝を、 手堅く。いや、馬券自体硬いかもしんなけど、手堅く予想するならこっちですわ。下特別。うん。もう無難に面白くなく予想するならこっち。まあ面白さは別に私求めてないんですけど、ギャンブルとか求めてないんですけど、ギャンブル求めてないってんですよ。ごめんあるなはい。で、えー、この下特別の予想図、えー、お借りします。えー、愛知杯から、えー、ピュッっていったとこですね。ピュッっていったとこね。愛知杯から、ピュッっていったとこにあります。はい、ここですね。あ、すみません。間違えました。逆です。はい、こっちです。はい。 えー、男一番人気ガーデルタバルドがいますよと。はい。まずこの馬をターゲットにするみたいです。はい。うん。で、はい。この馬が飛んだら復勝面白いよってことになるんで、誰にしようかなと思って。はい。えー、簡単です。他の人気馬の中で、えー、手堅いのはこの馬。これはまあ、普通に、普通に今までの私の動画を見てくれた方やったらもう簡単です。動画見んでもこれは普通に予想つくでしょう。 はい。もう、言うことないですね。中京戦に、めっぽつですよね。もう考えることありません。中京戦に1着。中京戦に2着。惨敗したん、この中京戦にの11着ぐらいか。はい。ここ、惜しくも4着。はい。中京戦に2着。はい。中京戦に500一1着。ってことで、この方、中京でどんだけ走ったの中と。はい。えー、中京だけで2202ですって。すげえな、こいつ。 はい。二回馬券絡んでないんですって。あれ、もう一回どこですかと。ああ、この押し込みんちゃっか。ってことで、この、本番のこのようからの惨敗以外はもうすべて中京ですわ。うん、ってことですごいですね。うん。で、レースっぷり見てる限り、やっぱ中京の芝、えー、っていうかなんかそのコース形状が好きなんでしょうね。えー、青走りは確かにします。うん。で、えー、逆に言うと前走の京都みたいに、うん。えー、9番かな。はい。えー、スタートしました、中で。 で、まぁ、あえー、松岡くんが、えぇ、ー、たを押されてしまったっていうのもあるんですけど、もともとこの、まあ前目熊なんですけど、押さえてしまったもあるんですけど、えぇ、ー、舞台が違うせいだからでしょうか。えー、馬自身もなんかあんまり北がってない素振りなんですよね。はい、松岡くんが押さえてるって言ったらそれまでなんですけど、うん。なんか、陣、えー、馬ともになんかこの京都では生きっぷりなかったんですよね。うん。 ってことで、えー、まあ、ここ一回使ってなるんかなんで、また中京で本気かなと思ってます。うん。まあ、ただ、でも、あの位置取りでね、そんなね、切れらしい内まがね、まあ、言い方、言い方めっちゃ失礼ですけど、まあ、それでも、えー、5着でしたっけ、これ。うん。来てるんで、はい、能力あるなと思いましたね。うん。この前が、前で運べる中の5着なんで、まあまあ、価値はあったでしょうね。うん。はい。 前走は買ってる場合じゃなかったんでしょうね。個人的に言いたいのは。うん。やっぱり、中級で買いましょうこうん。まあ、このまま無難かなと思ってます。えー、今んところ3番人気。で、まあ、この、デルタバードが人気てるなら、副賞1.67。もっとつくかな。持つか。こいつが1倍一体として。持っていくかな。でも3番人気はわからんけどな。でも副賞1.6。2倍もつかんと思うけど1.56。もうちょいか7。かな。 ア,リアもおるかはい。も一1.78ぐらいか2倍もないと思うな飛んだら3倍ぐらい来ちゃうけどね、このデルタバース。うん。まあ、ワールド・ホー・ラブは無なんでしょうけど。まあ、ただね、ターゲットの意味で言うと、このデルタバードがね、飛ぶんで美味しいかっていうと、おそらくこの馬は馬券絡むよね。うん。中京の実績ないっていうのもあ,あるんや、わかるんやけど、 にしても、中一周、ね。前走中山でルメちゃんで三着で、えー、わかるよ、わかるけど、中一周で、まあ、無理やり言とは失礼やけど、未知数の中京を堀さんがルメちゃんおるからって理由だけで、中京におるからっていうだけで、デルタバローズ中一周で中京に連れてくるっていうと、普通連れてけえへんよね。 それやったらおとなしく東京でやっておきましょうかってなるよ。それか、ちょっと待ちましょうかってルメちゃん帰ってくるまで。やのに、仲一周で、中京にルメちゃんおるからってことで、堀さんが輸送してくる。ね。しかも、藤岡ディーさんとかじゃなくてルメちゃんを乗せてくる。ってことは、やっぱり、それなりの能力のやっぱあると思うんで、能力と、もう、出来か、仕上がりも。うん、中京に堀さんご飯連れてくるの珍しいんで、ってことは、やっぱり、ここは馬券、ハズさんぐらいの能力はしてますと。うん。 でことでもしかしたらこのワールドフォローま,まあバケアントでしょうけど旨味はなくなるかもしれん、うん、で一応もう一個ギャンブルステアール候補もう一個紹介しておきましょうはいこっちですね中強二千ですよはい中距離ですよただ未勝利やからあんまり出たがないんで難しいそれわかるただ、えー、ここねいつも五百万一千万やったらねもうちょっと前走とかいろいろ出た調べたら出てくるんですけど、うん、ここ、えー、中強二千の未勝利戦で うん、中距離にいいでもないし、えー、難しい舞台です。はい。えー、予想図も結構割れてます。え、ルメちゃん、ネムちゃんのまま人気出てますけど、それでも馬券絡むかわからんと。そんな状況ですよ、ミシオリ戦。うん。はい。で、こん中で、えー、ま、ミシ処リ戦なんでちょっとあれなんですけど、えー、ギャンブル性求めるなら、副賞まあ、3倍以上つく馬かな。はい。 で、えぇ、ー、期待したいんが、えぇ、ー、ちょっと一頭、えぇ、ー、もう、まあ、決め打ちっていうかもうこの前まやっちゅう選んだんで、これでいきましょう。はい。これやね。はい。やっぷやっぷやっぷですね。これやね。これでいきましょう。安城が丸田さんやから多分、いや、みんな、な、多分嫌がると思いますね。今年10025なんで、これやばいですよね。はい。うん。 感情がどこまで学習してるかってなるんですけど。うん。えー、理由、選んだ理由は簡単。一応未勝率戦、えー、ね、前がそら言う、そのまま言ったもん勝ちって言うんですけど、まあ、中京今の会社2000メートルなら、えー、ずっと言うてます。この、えー、データが、データっていうか、これが当てはまったでしょう。はい。この馬だけですが、唯一上がり最速マーク。はい。 この馬だけでした、今回、外当馬。ね。全員他、上がりにいない。ましてや、上がり2位、3位、使った馬も,も、ほんまに投数少ない。うん。外当馬、上がり使った、いな内の馬ですら、えー、過去に1、2、3、5頭しかいません。うん。そんなかで、上がり最速使えた、かつ、常に上がり使ってる馬ってこの馬だけなんですよね。はい。えー、過去に合計5層かな。 5層走,走ってるよね。早くも。うん。走ってるけど、このだけですわ。上がり3位内す全てまとめてんの。うん。これが今の中京の古海祭なら、前がもし、うちの前が止まる場ばなってるならですね、えー、この上がり使えるなら、もしかしたら外から差し決まるんじゃないかなと思ってます。3着以内なら。うん。えー、4層前、上がり最速33秒5マークしてます。で、直線長いね、新潟遠くやからなんちゃうの 言うたらそれまでかもしれないんですけど、まあそれ言うても前走ね。はい。初のダートでしかもあの困る中山ですら上がり使えてるんで、うん、中距離2000でも全然ありやと思ってます。はい。左回りはもうこの過去3、4走で大体実績出ますんで、あとは中距離のコース形状と、そこら辺の問題です。で、前走初めてのダートだったんですけど、えー、融通っていうか、えー、動きは効きますね。 はい。えー、このま,ま、スタート良かったんですけど、まあ、丸田さんが避けてもうたんで、まあ、やっぱま行かすけばかなと思ったんですけど、うん。とね、まあ、この時のレースでちょっと追おって思ったんが、はい、ここですね。はい。1000メートル1分2秒っていうスローやったら、ちょっと縦長で、前、まあ、が有利やったんですけど、ここに今、U4 番のやッペやッペ上がっていったんですけど、うん、二座してあるなと思って、向こう上面で上がっていくまって、なかなか、えー、珍しいんで、はい。一安上の指示はしっかり従わないなと思って。 うん。で、前さんの動画ね、ちょっとハイペース飛ばす中ですね。今、外回ってますね。はい。えー、今、順番、を外回してオレンジですけど、今、6投目ぐらいかな。こう、落語じゃ、七番手ぐらいかな。はい。で、まあ、一応、5着着てるんで、はい。あんだけロングスパーとかまして、まあまあ、最後も、え、上がり3位か、使えてるんで、うん。残り800ぐらいのロングスパーから使えるんで、まあ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 いい足しは持ってるなと思いました。ちょっと着差ありますけどね。 うん。あんだけ向こう上面からスパートしての。まだ上がりさんに使えてるんで。はい。で、こんだけも2番人気で支持されてますしね。やっぱりそれだけのなんかあるんでしょうね。うん。全層ね。はい。うん。ちょっとこれで、今回何番人気やったっけやっぱやっぱやっぱ。えー。あ、すいません。ちょっと、ちょっと戻してください。な。え、ローラクレースやったっけ全然人気ないのこれで。多分。えー、でもチャルメめちゃんの方が人気あって。 え、あとさきさん人気やって。やっぱああ、やっぱやっぱちょっと俺てきたか。あっちゃぽーしゅー。いや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 。<laughs> いや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 、やっぱやっぱやっぱなんと5番人気。いやいやー、5番人気かー。それやったら買いたくない。5番人気くらいやったら買いたくないな。5、それやったら俺、ワールドフォーラムの方がえわ。それやったら3番人気、ワールドフォーラム1.6倍だよ。これで、やっぱやっぱやっぺ、副賞2.5倍とかや絶対嫌や,やん3倍使えへんのかーい。おい。それやったら、ワールドフォーラムで、あいつ、デルタバルド飛んだ時の3番の方が美味しいわ うわぁ、2.5倍ぐらいつく、うわぁ、3倍つくかなつかんやろうなうわぁ、予想図あくまでも予想図だけど、これは嫌や。俺は嫌や。これは嫌や。<laughs> ごめんなさい。マジかぁ、さすがに人気出るんか、これ。出るかーまあ2番人、まあ2番人、2番人気は番人いの2番人気はもう最近まで。出るかー出るかバーローズ。えぇ、ー、そんな感じや。まあ、出るか 出るやろな。上がりさえ。いやあっちゃっぽうしまめとこ恥ずかしい。あ、恥ずかしい。はい、ということで、まぁ、あ、えー、上っさせておいて、やっプやっプやっぱより、難にこっちで行きましょうか。はい、ワールドフォーラバーですね。はい、デッシュ言うもたえ、多分こっちで行くと思われます。また明日、本チャンで紹介しましょう。はい、ということで、長々すいません。自己調査以上で終わっておきましょう。ご清聴ありがとうございました。